こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いています。今日の四字熟語は寒雲夜覚です。のどかに浮かんでいる雲、野に放たれた鶴という意味から、何らの拘束も受けずに悠々自適して暮らす境遇を言います。またそのような人のことです。寒雲、枯渇も同様の意味の四字熟語です。寒雲夜覚を楷書で書いています。それでは今から寒雲夜覚を行書で書いてみます。今から寒雲夜覚を草書で書いています。今から寒雲夜覚の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。